いわき市にある21世紀の森公園では早咲きの桜、河津桜が咲き始めています。公園内には60本ほどの河津桜が植えられていて、先月下旬ごろから一部の桜で開花し始めました。今年は寒い日が続いたため、咲き始めは去年と比べ1週間ほど遅いということですが、今日公園では徐々に近づく春を感じながら散歩をする人の姿が見られました。早咲きの河津桜は今月中には見頃を迎えそうだということです。